リファです。今日はね、あれ2日前にキャンプへ行こうっていう曲を歌った動画をアップしたんだけど、ちょっとそれがすごいやっぱ外で撮ったから聞こえづらいなと思って、なんかちゃんと撮ろうと思いました。でもちょっと私の予定があって時間がないので、30分でどこまでできるかちょっとやってみたいと思います。ない、なん変な紙に書いた気がする。ん、あったあった、やっぱり変な紙に書いてましたね、これ。どっから出てきたんでしょうか、この変な紙は。まあいいだろう。キャンプに行こう、キャンプに、ヘイ、いい感じです。次はなんかブラシのチュチャカツクチャカツクチャカツクチャカってやつをあったら入れたいんだけど、違う、これじゃない。あ、こういう感じ、こんな激しくない。さ、でもこれ入れるんだったら先にやっとくんだったな。合わなさそう、私の下手な演奏に。怖い怖いよ、怖いの、怖いんだよ、怖いんだよ。もっとシンプルな。こうなってくるとベースラインも入れたいよね。ベースすごいわかんないんだな私。あ、30分になっちゃった。30分になっちゃった、終わり。さあ、昨日は30分で終わらなかったから今日終わらすぞ。ベースのラインはさっきちょっと打ち込んで、今はハモリを取ろうと思ってるよ。キャンプに行こう、キャンプに行こう、ヒーハー、ヘイ。いいんじゃない。米粒ついてたんだよな今。え、何、米粒っていうか、なんだこれ、なんか汁固まったみたいな。やだ、なんか固まってる。うっ、取れた。なんだべ。こんな感じです。マメな人はこことか名前多分変えてると思うんだけど、私は変えてないです。あとなんか小説ごとに色分けとかしてる人もいるよね。私はよくわかりません。これからいろいろ勉強していこうと思います。マイクはUSB でつながるやつを使っています。音量調節して、あとちょっと音色なんとなくだけ。シーラナーイがめっちゃ元気よくていいですね。できました、イエーイ。キャンプに行こう。じゃあ皆さんにも聞いていただきたいと思います。なんかせっかくだから、じゃあ私の舞に合わせて聞いていただこうかな。舞ってなんだよ、どうしよう、自分で言って何にも考えてなかった。宿題
の方でも使っていけるシーンがあったら使っていきたいと思います。オープニングとかこれで作りたいね。 OK!